グリゴリーナ・ナウモビチ・ボイチンスキーは、コミンテルン創立期の実力者であり、中国研究家である。本性は、ザルヒン。GN ・ボイタングスキー、各元。1920年、ソビエト連邦は、中央シベリアを確保し、第三インターナショナル、つまりコミンテルンの支局として、シベリアに、極東支局を設立した。その役割は、中国と他の国々において、 共産党の設立を推進することであった。極東支局の成立直後、その副支局長ボイチンスキーは、陳独州、李大将のような有名な中国の過激派と接触する、顧問として中国に派遣され、上海に入り、5月には陳独州に中国共産党を設立させている。実際に、新しい党を成立させる過程の大部分には、彼が関与したが、 中国国民党との国境合作など、党の公式路線については、彼の後継の顧問らによる関与が大きかった。ソ連は、1921年7月新規に2名の工作員として、ソ連の軍事関連の諜報員ニコリスキーと、オランダ共産党員のマーリンを中国に派遣した。彼らは、第一回共産党大会を開催させ、これにより正式に、中国共産党が発足した。 1919年、社会主義を学んだ、ロシア人らにより、上海において、上海クロニクル氏の発行が始まり、1920年初頭に、ソビエトロシア政府から、資金援助を受けた。1920年の春、ボイチンスキーと同僚は、中国で共産党を設立する任務のため、中国を訪れた。彼らはその新聞の編集者や記者を装い、 中国に訪れるだけでなく、その新聞事務所にコミンテルンの東アジア事務局を設立した。その時、以来、上海クロニクルは東アジア事務局のためのプロパガンダ機。中国での共産主義活動のため、新聞社という避難場所に駐在したソビエトロシア人とコミンテルン要員を新聞スタッフが援助したことから、その新聞社は全体として、 中国における初期の共産主義活動では特別な役割を持った。ロシアの援助が終わったため、上海クロニクルは1922年末に出版を停止したが、多くのスタッフはボリシェビキのために動き続けた。1930年代からモスクワで科学研究、教育業務に移り、1935年から教授となった。AB オコラム1859。 スターリンと毛沢東の伝記、ありがとうございます。